CNR モデムカードの例コミュニケーションネットワーキングライザーは2000年2月にインテル主導で策定されたパソコン用ライザーカードの企画である。オーディオモデムライザーの後継企画である。CNR スロットを備えるマザーボードの例、CNR の前身となるアムールは AC97 準拠のオーディオやアナログモデム機能の物理層を接続するための企画であったが、 CNR でサウスブリッジに統合されたイーサネットコントローラとの接続が可能となっている。これにはミーやホーンプなスンバスが含まれており、特にスンバスサポートに伴い CNR ではプラグプレイに対応した。コネクタには60ピンスロットが使用されており、アムールとの物理的な互換性はない。また内部のラインにはアムールに引き続いての AC リンク S。 クディフ USB アナログ信号及び電源のほか、ネットワーク用の信号線も追加されている。規格の意図はアムールとほぼ同様であり従来オプションがいされることの多かった機能をメーカーが良いかつ安価にラインナップとして揃えることができるようにしたものである。CNR はアムールより対応範囲が広がったことでより多くの機能を簡易にオプション化できると考えられた。 このように CNR もまた a m u ルと同様にメーカー出荷の際のオプションを準備するための企画である。そのため汎用の PCI スロット等と異なり CNR 対応ライザーカードが単体で販売されることやエンドユーザーが自分で CNR 対応の拡張カードを購入、装着することは想定されていない。またその際の互換性も考慮されていない。 アムールスロット同様、エンドユーザーにとっては CNR スロットもマザーボード上の配線パターンのようなものに過ぎないと言える。ただし、一部の PC ショップでは CNR 対応のネットワークカードなどが少数ながら出回った。CNR の提唱当初、対抗企画として AMDC3 トーンが策定したアドバンストコミュニケーションライザーが存在したが、両規格の対立は、 最終的に CNR への一本化という形で収束している。ただし2000年代初頭以降、オンボードでのオーディオやラン機能搭載が一般化したことや PCI 拡張カードの低価格化も進んだこと、アナログモデムの需要が減少したことなどから、メーカーにおいても CNR が広く利用されたとは言い難い。そのため、チップセットがサポートしていても CNR スロットを準備しない。 マザーボードも数多い。ありがとうございます。